もしも私また消えちゃったらもう会えなくなるのかな。
私もここにいたいよ。私の宝物だよ。学校にも戻れるかもよ。
だけど心に何か引っかかって、そんな大切なことが、あれあれれ、何なのそれは。とても後悔していたはずのことが、ねえ教えてよ。私？あ、私は、その…そんな…ひどいよ。ひよりちゃん。あ、お母さん。お料理なんて珍しいわね。その…あはー、さてはバレンタインの…違うよ。もう、そんな照れなくてもいいでしょ。お母さんたら。あ、それとね。何お母さん。例の引っ越しの件だけどね。やっぱり、私。ええ、お父さんとも相談したんだけど、日和がどうしても嫌だったら考えるって。え、本当に？ええ。だけどそうしたら、お父さんも通勤とか大変なんだし、あなたもできるだけ賛成してよ。喜んでくれるかな。できないよ。でも。ちょっと恥ずかしいよ。Thank you.
頑張って作ったんだよ。はい。おいしいかわからないけど。ありがとう。私だけの秘密、私だけの思い出。
いんだよ。これがきっと一番いいんだよね。してくれて助かるわよ。じゃあ早速引っ越しの用意しないとね。私バカだよ。私が悪かったんだよ。あの時勇気があったら、
ずっとそばにいられたのに。どうやら悔いが残ってたみたい。私を見つけても悲しい思いをするだけだと思う。だからじゃあね。
うぞ。
されてたけど、でも私好きだったよ。うん。でもどうして今頃そんなことを？にしてくれるの？今まで何年も会ってなかったのに。
やっぱり私英語苦手だよ。私遊園地好きなの。あのね観覧車が好きなの。でもね、コーヒーカップが一番好きかも。けど、ちょっと恥ずかしいね。そのカップルさん、すごいね。そんな恥ずかしいこと普通はできないよね。うん。ねえ。あのね、だけどやっぱり私やってみたいかも。ちょっと恥ずかしいけど。
オレンジジュース。うん、ありがとう。これ好きなの。恥ずかしくて、味がわからないよ。だって。泣いてるんだろう。